皆さんおはようございます。9月の6日金曜日です。今から愛媛県に行きます。今日はなでしこリーグ1部リーグ愛媛 FC レディース対オルカ鴨川 FC の試合を見にニンジニアスタジアムに行きます。前々から告知をさせてもらっていましたが、愛媛 FC レディースの田子夏実選手の推し活に行きます。僕の中でめちゃくちゃ楽しみにしていた試合の一つでもあります。愛媛 FC レディースは現在8位、前節は首位のビアマテラス宮崎さんに3対2で勝利。非常になでしこリーグ1部の優勝争いも面白くなってきました。その試合では田子選手が2ゴールを決める大活躍。今節も田子選手のプレーであったりゴールだったりが見れたらいいなと思って応援に行きたいと思います。まあ、金曜日のナイトゲームということでたくさんのファンサポーターの方の前で、まあ、プレーができるのも選手にとっても嬉しいんじゃないかなと思います。今回の行きのルートですが、ここ最近、まあ、いろんなところに県外行き過ぎなので極力節約の旅をしようと思います。行けるところまで下道を使って途中で高速に乗って愛媛の方に行きたいと思います。愛媛県に行くこと自体も初めてになるので、サッカー以外の観光地であったり美味しい食べ物とかそういうのを満喫しながら愛媛の旅を楽しみたいと思います。では今から愛媛県の方に向かいます。行ってまいります。よろしくお願いします。ただいま4時19分、目的地までの距離を測りたいと思います。メーターをゼロにします。今年1ぐらいの長距離の遠征になります。安全には気をつけて行ってまいります。お願いします。運転開始から2時間、三重県伊賀市まで来ました。今、名阪国道を走っています。奈良県天理方面まで突っ切って、そこから高速に乗って愛媛県の方に行きたいと思います。運転開始から4時間半、ただいま256キロ、兵庫県神戸市、明石大橋に来ました。1週間前、ジュベンの淡路島遠征で通ったので、あまり懐かしさはないですね。徳島県の方に向かっていきます。ノンストップでずっと運転してきたので、1回どこかで休憩を挟みたいと思います。地面に広がるオーシャンビュー。運転開始から6時間淡路島を抜けて徳島県に入っていきます。大鳴門橋を越えていきます。天気も良くてとびきり景色がいいですね。運転開始から8時間、ようやく愛媛県に来ました。今愛媛県四国中央市の高速道路を走っています。それで450キロ、あともう少し、1時間ちょっとですかね。車通りも少なくて、まあ、サクサクっと運転できています。さあもう少し頑張ります。愛媛県松山市まで来ました。次の松山インターを降りていきます。あと少しですね、10キロくらいです。松山インターを降りていきます。初めての愛媛、いやワクワクしますね。着きました。愛知県の本浜公園から愛媛県松山市までの距離は553キロ、4時過ぎに出たので、まあ、大体9時間くらいで高速と下道を両方使って着きました。いや遠かったですね。この間の相模原の 1.5 倍ぐらいですかね。遠かったです。ただやっぱり行きはモチベーションが高い分疲れ知らずでここまで来ることができました。早速ですが今からベタな観光スポットの一つ松山城に行きたいと思います。では行ってまいります。
山頂までリフトを使って今行ってるんですけど、この先足元に言葉の落とし物があります。めちゃくちゃ平和だ。お袋と出かけるときはお袋の歩幅で歩く。じいちゃんの教えは守る、ばあちゃんの思いはつなぐ。実は中学1年生のときに家で当時64のゴールデンアイが流行っていまして、エアガンの打ち合いを友達とやってたんですよね。でその時に家から落ちてしまって、家の屋根から8メーターぐらいあったと思うんですけど、でそれで右手と右足を両方骨折してしまって、まあ、それがトラウマになって高いところが結構苦手になってしまって、一回長島のスチールドラゴンで貧血になって倒れたこともありましたし、まあ、苦手なんですけど、まあ、これはギリギリ許容範囲、なるべく下を今見ないようにしています。ああ、間もなく終点が見えてきました。お城がちょっとずつ見えてきました。入ってきます。松山城を散策してきました。遠征で地方に行くとどうしても城巡りをしてしまいます。リフトがめっちゃ怖かったんですけど、もうすごく楽しめて癒されたいい時間になりました。まだ試合まで時間があるので、もう一箇所くらい寄り道をしたいと思います。では行ってまいります。はい、道後温泉駅前に行ってきました。坊ちゃん列車であったり、空の散歩道の足湯、すごく気持ちよかったです。結構これで愛媛を満喫した感じがします。さあ、ここからが本番でございます。なでしこリーグ1部リーグ愛媛 FC レディース田子夏実選手の推し活に行きます。本当に今日の試合ワクワクしてたので、思いっきり試合観戦を楽しみたいと思います。では今日の試合会場、愛媛県のニンジニアスタジアムへ向かいます。ニンジニアスタジアムに向かう途中に、愛媛 FC のグッズを売っているお店、千船町のトカゲ屋さんに行ってきました。そこでグッズを物色していた時に、そこの店長さんかな、声をかけていただきまして、愛媛 FC 男子も、まあ、レディースもですけど、いろんなお話を聞くことができました。優しく温かく接してくださりありがとうございます。そしてですね、愛知の方から来たんですよというふうにお伝えをしたら、これお土産に持っていきみたいな感じで、レディースのポスターもいただくことができました。こんなサービス地元では感じられません。ありがとうございます。いろいろ自分用とお土産用で今回グッズを購入したので、また帰ったら渡したい人に渡そうかなと。もしよかったら皆さんチェックしていただいて、愛媛に来ることがあったらぜひ寄っていただきたいなと思います。改めてありがとうございます。さあ、もう一度ニンジニアスタジアムの方へ向かいます。行ってまいります。さあ、重信大橋を
越えていきます。インジニアスタジアムまであと3キロぐらいですね。さあ、ここの交差点を左に曲がっていきます。愛媛県総合運動公園、愛媛県立戸部動物園入り口ですね。左手にインジニアスタジアムが見えてきました。着きました。さあ、駐車場から歩いていきます。坂道を登って5、6分ほどですね。階段にはエリースの選手の登り旗、浜田選手、ラブリッジ名古屋に在籍されていた選手ですね。登っていきましょう。
飛騨世田谷戦にてなでしこリーグ通算150試合出場達成となりました。本日もありがとうございました。本日のマッチコミッショナー、審判アセッサー、審判団を紹介いたします。でした。なでしこリーグ1部リーグ愛媛 FC レディース対オルカ鴨川 FC との試合は1対1の引き分けになりました。まずは金曜日のナイトゲームということで、多くのファンサポーターの方が応援に駆けつけてくださっていて、1000名弱お客さんが入ったということで、たくさんのファンサポーターの方の前で選手はのびのびと楽しくプレーができたんじゃないかなと思っています。試合は前半は 0-0 で、後半先に愛媛が先制したんですけど、その後オルカが追いついて同点。どちらのゴールもアシストをした選手も含めて素晴らしいゴールだったと思います。同点になった後もどちらのチームにも得点のチャンスというか匂いはしたんですけど、その後ゴールネットを揺らすには至らず1対1。ホームの愛媛は前節の試合の勢いそのままに勝ちたかったとは思うんですけども、悔しい結果になったと思います。また切り替えて次節頑張ってほしいです。そして今日の一番の目的、コサポの推し活愛媛 FC レディース背番号25番田子夏美選手を見に行ったわけなんですが、じっくりとプレーを見るというのは今回が初めてだったんですけど、本当に愛媛に来て田子選手のプレーが見れて良かったと思っています。持ち前のスピードを生かしたドリブルだったりライン間の駆け引きだったり、要所要所で良いプレーが見られました。本人としては
ば、まあ、試合後の表情とかを見ていたら、まあ、決して納得のできるものではないというか悔しそうな表情をされていたんですけども、またこれから何度でも得点に絡む、まあ、ゴールを奪うプレーっていうのは見られると思いますので、また次見に行った時にタゴ選手のゴールが見れるのを楽しみにしています。また次の試合見に行きたいなと思っていまして、次9月の月末アウェーで、まあ、日発横浜 FC シーガルズさんとの試合行こうかなと思っています。現在2位の、まあ、強敵の日発さん相手にタゴ選手であったりチームの頑張りや戦うところを見れたらいいなと思って今のところ行く予定でいますので、またよろしくお願いいたします。一日楽しい愛媛の遠征になりました。サッカーだけじゃなくて触れ合った人一人一人すごく優しく温かい街だなというふうに思いました。またゆっくりとサッカーでもサッカー以外でも愛媛に訪れることができたらいいなと思っています。そして今日何よりも愛媛 FC レディースとタゴ夏実選手プレー見ることができて本当に良かったです。また必ず試合見に行きますので次プレーが見れるのを楽しみに待っています。なでしこリーグのスタンプラリーですが今日で愛媛7カ所目がたまりました。明日8日土曜日伊賀 FC 久の市三重の試合を見に行くのでそこで8カ所目がたまるんですけど、残り2カ所、そのうちの1カ所は先ほど言った、日発横浜 FC シーガルズの試合でたまるんですけど、あと1カ所せっかくなら10カ所達成したいと思います。どこかの今シーズン訪れていないスタジアムチームを見に行きたいと思ってますので、ぜひ今後もこの活動を応援してくださる方はチャンネル登録と高評価コメントお待ちしております。長い動画になりましたが最後までご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。